はい、本日今日ですね、マンスリーライブということで、ノスタルジックスコップスのライブをしながらお楽しみいただいております。意識的季節を忘れかけても、また同じ気持ちになる。初めてだよ、こんな出会い、ずっと探していたんだ。いつもの時間にかかるレディオ、好きな曲近すぎて遠すぎて
じゃあほっとけよ、じゃあ一緒に頑張ろうって、なんか一生懸命言ってあげてるの。いやいや、もうなんか言われてるのバカにされてる感じがする、ね、そんなことない。じゃあいいです、紹介しなくて。